とにかく俺らな好きな女ができたんだ。それでその女というのは一体どこの誰でございますか。その女ってのは他でもねえ、今小町と歌われた。今小町と歌われた大丸屋の大丸屋のおさめお嬢さんや。ほら、これやっぱ何なんですか。何がおかしいんだお前は。いいですか親分、あの人はね、今小町を歌われた大丸屋のおさめお嬢さん、あの人に恋文を出したならば破かれて捨てられるのがオチだって、こんな話ですよ。なことは分かってるね。だからお前たちをここへ呼び寄せたんだ。苦しゅうない、聞こえよね。なんでございますか。あのな、女もういい加減今度こっち来いお前は。本当にお前何でもかんでもな、お前人と同じようにしときゃいいなんて考え持ってるからそういうことになるんだ、このバカタレが。あのな、お前らこの間芝居見に行ったんだろ。サンワスタジオっていうとこによ。あ、行きましたね。そこでお前ほらね、あのお嬢さんが悪漢に絡まれたんじゃねえか。どっからともなく現れた白馬に乗った王子様な。そしてお前は輪ゴムをポンポンとやっつけて、そのお嬢さんとお前結ばれてな、幸せに暮らすハッピーエンドっていう物語があったじゃねえか。ありましたね。 あれをちょっとやってみようと思うわけよ。あれをやるんですか。やるのは構いませんけども、